よろしくお願いします。お願いします。ます売れている広告には営業トとか入ってるってことなんですけども、どんな言葉が入ってんでしょうか。なるほどね、うん、はい、あの僕が、えー、試行錯誤の2年間で。いろいろやってきた結果、はいえー、売れている広告にはセールストークが入っているっていうのに。いうことを発見しましたよと。はい、じゃあ、そのセールストークって一体どんな。 ね、あのセールストー,クトークを入れたらいいのかってことねどういうトークを入れたら売れる広告になるのかっていうとこれあのセールスと一緒なんだよね一緒なんです、はい、あの営業の世界では有名な話があってステーキを売るなとジュージュー焼いているシズル感を売れっていう言葉があるわけですよ、まあ、あの言葉パッと言っちゃうとシズル感を入れるといいよって話なんだけどこれは僕が光通信時代に上司から教わった言葉です でえー、どうもね1937年初版の「ステーキを売るなしずるを売れ」と「はいえー、ホイラーの公式」っていう,う書籍から出てくる言葉なんだけど、はい、例えば、えーまあ、僕は前からよく例えで言ってるんだけど和牛ステーキ1人前3000円だけでは、まあ、欲しいとはあんまり思わないと思うだけどジュジュと肉汁が滴り落ちる状態を表現すると欲しくなるということね ただ単にこうステーキお肉がバーンってあって、はい、このお肉3,000円ですよって書いてあってもまあまあ別にみたいな感じなんだけどこのこうこう切ってこうジューってこ,うこ,のこのしずる感がうわーって出てくるとうわーって食べたいっていう風になってきますよとこの口に含んだ柔らかさとかが。 うわーって食べたいっていうふうになってくるよとで。でも僕はこれだけじゃ少ないと思ってるわけ。それだけじゃその3000円払う価値はないぞっていうふうになっちゃうわけだからあの、ステーキを食べた後どうなるかっていうのを加えた方がいいですよっていうふうに僕は言ってるわけね。うん、例えば、えー、好きな女性と食事に行くときは、ここのステーキ屋さんの,あのステーキを食べたらいいよと。ちょっと根は張るよと。根は張るんだけど、お肉は柔らかくてムードもいいからみんなエチコロだよというふうになると、 ただの和牛ステーキ3000円のお肉から好きな女性を口説けるお肉っていう付加価値がついてくるわけよねそうだったら3000円がめちゃくちゃ安いわけよ <laughs> え3000円で好きなあの子を落とせるのみたいになってくるわけだからそしたら激安やないかと <laughs> なってくるわけね、うん、3000円のお肉ってなったらなんか高えなとか思うんだけど好きな女性を口説けるお肉になるとめちゃくちゃ安いわけね安っみたいになってくるわけわかる はいあの確かに普通に焼肉屋よりも夜景の見る焼肉屋だったりとああなるほどねそうだねそうだねそうだよね、はい、あ確かにそうだね <laughs> ただ美味しい焼肉屋っていうよりも、はい、夜景も見えてっていう風になってくると行きたくなるよね、はい、あそうかもしれないそうだねそうだと思います、はい、うんまあ,あの要は商品のスペックではなくて、はい 夢を売れっていうやつなのよ簡単に言ってしまうと、その商品を使えばどんな体験ができるのか、その商品を買えばどんな夢が叶うのかっていうのを説明するのが、セールストークですよ、営業トークですよってことね、はい、これをトークで喋るんじゃなくて、チラシの中に、広告の中に、ダイレクトメールの中に、ホームページの中に入れちゃいましょうねと、はい、広告の中に体験と夢を入れてしまいましょうってことね。はいうんで いい商品っていうのは世の中にいっぱいあるわけだからお客さんって何を選んだらいいか分かんないわけ悩んでしまうし困ってしまうわけねどれでも一緒じゃんってなっちゃうわけでどれでも一緒じゃんってなった瞬間にお客さんは価格の安い方を選んでしまうっていうのが定説だからあのいい商品だったら売れるっていう時代は終わっちゃいましたよと世の中にはさっきも何度も言うようにいい商品っていうのはいっぱいあるし人のニーズも多様化多種多様化しているから の人にとっていい商品の定義が変わったわけね。例えば、えー、女性を口、ね、説くって言ってたさっきのお肉も例えば、えー、妻子持ちだとかにとっては別にいらないわけよ。うん、例えば、えー、高校受験、大学受験に合格した 例えば子供と一緒にそのステーキに行くよってなった時にあの好きな女性を口説けるお肉ですよってステーキですよって言われてもいらないわけね <laughs> いらないと <laughs> だって例えば高校合格大学合格の合格祝いに子供をそをちょっと高いお肉屋さんステーキ屋さんに連れてってあげるんだっていうところだったらそれにいらないよねあの好きな女性を口説けるお肉っていうのはいらなくなってくるわけね多種多様化していますよってことね 例えばさっきも僕がよく言うのは洗濯機なんだけど、うん、あの昔は手でゴシゴシ皮で洗っていたと洗濯板でゴシゴシ洗っていただから自動で洗える洗濯機っていうのはみんなが欲しがっていたと、うん、お金があったらお金さえあれば洗濯機を買いに走っていったわけねその時は多分あの洗濯機だったら何でもいいみたいな状態だったと思うんだけど今は佐藤さんどうですか洗濯機だったら何でもいいんですか 違違いますよね、はい、と違うと思いますうちも僕もそうですよ。洗濯機だったら何でもいいわけじゃないんですよ。はい、うちは家族5人家族なんですよ。大型の洗濯機がいるわけですよ。<laughs> で乾燥機付きじゃないと困るわけですよ。だけど、1人暮らししてる人だったら大型の洗濯機なんていらないわけね。はい、いらないわけですよ。例えば 1、えー、一人暮らしの女の子があの洗濯物あ洗濯機が欲しいなってなった時に例えば帰ってくるのが夜になってくるから洗濯機を回すのは夜中になってしまうから、うん、静音性が優れた洗濯機が欲しいですよとその騒音もうるさい洗濯機なんていらないですよとか、はい、あの乾燥機と一体化になっている洗濯機が欲しいですよとか例えば 年配高齢者の方がいらっしゃる老夫婦2人で暮らしてるっていう場合やったらやっぱ出し入れしやすいドラム式の方が欲しいよなーっていう風になってきたりともすると思うし人によっては除菌イオンがついてる例えば子供が部活やってて汗臭いんだと洗濯しても汗臭っとかなっちゃうからもうその除菌イオン付きのなんかもうとにかくもう除菌してくれるやつが欲しいなとかいうのがいい、ね、欲しいっていう人もいてるだろうしその置き場所が狭いからコンパクトな洗濯機が欲しいっていう人もいてるだろうしワイシャツがし なならいいいい洗濯機が欲しとととかううう人もいてるる思思ののよよあだから広告でもまるの人なら喜んでもらえる商品っていうのが必要になってきますよそういう切り口が必要になってきますよとお客さんによって切り口を何個も作っていかなきゃいけないですよっていうことをね、うん、汚れがきれいになる洗濯機ですよと白くなりますよって汚れよく落ちますよって叫ぶよりもまるの人専用の 洗濯機ですよ、例えば、1人暮らし専用の洗濯機ですよとかあの大家族用の洗濯機ですよっていうふうに言ってもらった方がお客さんはその刺さるわけね、心にうさ刺さるわけよ、えそう、うちも大家族用なんだよ、大家族用が欲しいんだよとえ、これはどういう機能があるのってこう食いつくわけ、ねうん、で大家族、僕みたいな5人家族の人は、その1人暮らし用のコンパクトな洗濯機なんてのははっきり言って全くいらないわけね、邪魔なわけ、いらないわけよ。うん でまあ昔あったようにただのコーヒーよりも朝専用のコーヒーの方が売れますよとかトイレットペーパーもあのシャワートイレ専用のトイレットペーパーっていう方が売れますよとかいうのがあるように誰のための商品か何のための商品かっていうのを明らかにした方がいいですよってこと、ねうん、ででチラシ広告に載せる最高のセールストークって どんな言葉なんですかって言われると先ほどから言っているようにその商品のスペックを語っても意味がありませんよとこの洗濯機はねって回転が何回転1分間に何回転してねとかってだから汚れがすごく落ちるんですよなんて言われてもピンとこないわけねそんなのは全然来ない。だから体験と夢をせる 方がいいわけね体験で夢乗せましょうねとということでうこちも例えば5人家族でいっぱいいてるんだと、うん、だけど、で子供も例えば部活があって、臭いんだとかなってきたときに、この洗濯機を使うと、今までの洗濯機はダメだったんだけど、この洗濯機してから良かったとか、それは最近僕の実体験で言うと、あの液体洗剤はだめね、うん、液体洗剤あの、ダメです、はい、うんあの、ジャージがね、臭いです。<laughs> <laughs> あのまあ、子供が部活とかやってるんで汗臭いのを選択するわけね、うん、そうしたら液体洗剤だと匂いがね取れない <laughs> 臭いんですよ粉末の洗剤がいいです何やったっけなアリエールやったかなア,リエアタックかアリエールアリエールかなんか粉末の洗剤がすごいいいやつがあるわけですよ、うん、あれだと匂いが全部切れてきれいに消えるわけなんだけどだけどそのやっぱ子供が部活やってるタ多分汗臭いからかなあの臭いんですよ もうジャージがね、草一緒に入れてるこっちの服までなんか臭いんだけどっていう風になってくるのであの、そういうのがあると、例えば子供が部活をやっていて、あの洗浄力を強めたいっていう方は、粉末洗剤がいいですよっていう風に言われると、うん、あ粉末はいいよなと、で、僕がさっき言ってた何かっていうと、一ついいこと言ってるんですよ、何かっていうと、デメリット言ってるわけね、液体洗剤はだめですよ。 粉末洗剤だったら綺麗になりますよっていうように、僕は何度も何度も言ってるように、うん、デメリットを伝えるっていうのが一番いいかなと思ってるわけ。うん、特に高額商品の場合だったら、デメリットを書いた方が絶対いいですよっていうことなのよ。うん、なんでかっていうと、絶対したくない体験とか、見たくない夢っていうのを、まあ、あえて載せていくわけね。うん、さっきも言ってたように、例えば子供が部活を始めて、その汗臭い、もう汗臭いじゃない。あの、うん <laughs> このね、息子がねサッカーやってる時とかも臭いわけですよ臭ーっと書いて <laughs> この臭いやつを一緒にこの大人の服とかも一緒に洗濯すると臭いが移っちゃうっていうかねなんか一緒臭くなっちゃうわけですよだけどそれ液体洗剤してる時は匂いが取れなかったわけなんだけど粉末洗剤にしてから匂いが取れるわけよ柔軟剤は何でもいいんですよ <laughs> 洗剤です液体洗剤だと臭いが取れないのでその汗をねすっごいかくっていうのは粉末洗剤がいいですよとこれも そうだよねから洗剤を買ったはいいけども、うちも子供が、例えば野球部やと、臭いぞと。で、せっかく買ったのに、匂いが取れなかったら嫌だなと。液体洗剤だと匂いが取れないのじゃあ、粉末に変えようとかなるわけじゃない。そ、うん、だ、さっき言ってた、僕が言ってたデメリットっていうのが効いてくるわけよ。液体じゃダメなのか。粉末にしようって、粉末にこう活かせることができるわけね。うん、だって、せっかく買ったはいいけど、匂いが臭いままだったら嫌じゃない。うんその 商品のデメリットをあえて載せるっていう絶対したくない体験買ったはいいけど匂いが取れないとか <laughs> 見たくない夢ね <laughs> せっかくお気に入りの服が臭いとかねうわーっていうそういうのを自分も体験したくないからこそデメリットをあえて言うとお客さんは夢中になるわけねあそうなんだっていうふうになるわけだからだからデメリットを伝える僕個人的な意見を言っちゃうとデメリットを伝えるっていうのが あの人を夢中にさせる広告だなというふうに思っているので、これがあの最も最高のセールストークだと思っていますので、ぜひね、やってみたいという方はデメリット、商品のデメリットって必ずありますから、それをあのつくあの見つけるというか、作り出すというかね、ないということは絶対ないので、絶対ありますから、それをあえて打ち出すことによってそ、そこにブスっと刺さる人にとっては、あこの商品欲しいというふうになりますからぜひぜひ、広告に入っている最高のセールストークっていうのは、 僕はデメリットだと思っていますのでぜひそのデメリットっていうのを伝えていきましょう藤井先生今日もありがとうございましたありがとうございます